まあ、冒頭からあれだけどね、ええ、松之丞だよ。あ、はいはいはい。ね、毎回の毎回の、はい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 、松之丞も、ええ、もうあいつのおかげで俺も毎回、ええ、オープニング松之丞の話、ね、してんだけど、はいはい、先週ね、笑っちゃったよ、あの日曜日聞いててね。うんうん、先週俺がさ、はい、松之丞がまずさ、うん、てめえ、なんだ、うん、俺が末広亭のことバカにしたら、はいはい、寄せ芸人だからどうみたいに言ってね。寄せ芸人がお前罵声でやってろっつって、末広亭みたいな、掘ったて小屋みたいな、店ごの小屋みたいなところでな、やってろいつまでもお前そんなの、新書文楽ありがたがってな、いくらでもやってろっつって言ったら、それを、男子師匠が生きてたから、言えるっつうから、言えるわ、バカ野郎。もう最初から言ってたわ。落語協会なんか、まあ、怖くもなんともねえんだと。先週ね、言ってましたよね。落語芸術協会だからなんだか知んないけどね。あそこで揉めてから始まってんだから、俺たちはね。で、まあ、それはそれでいいとして。で、散々まあ、てめえ、自分の看板で勝負しろ、つって言ったわけだよ。そんなね、伝統だなんだ、講談だなんだってね。その、水広亭の、きっかね、こきてねね。あんなとこでね。もう、ろくなやつで出ねえだろ、今頃って、ね。ピロキぐらいだろ、ね、言ってるさ。まあね。あんなの、俺は、いずれ放火してやろうと思ってんだから。やめなさいよ。言ってる。ね。あんなもん、世界遺産に認定されたら、いいなと思ってんだろうと。認定するか、誰が認定するか、バカ野郎と。みんな汚ねえ。もう言いますね、崩れかけた、お前。耐震構造にもなってねえような、みんな危険なところ、って。言ったね。そしたらさ、で、まあ、散々自分の看板でね、やれって言って、言ったらさ、もうさ、松之丞がもうさ、今週はどうかしちゃっててさ、もうさ、最初からさ、もうなんか、混乱してんだかなんだか知んないけど、よくわかんなくなっちゃって、もう最初から最後までわかんないんだよ、あいつの言ってることが。もうまともな人間のトークと思えないようなトークになっちゃって、何言い出すかと思ったら、そういう言われたけどね、私は M1 チャンピオンですよって言ってた。お前おかしいだろ、それまずそこの時点でおかしいんだよ。ね、はい。で、よくよく聞いたら、あいつの本がなんか賞を取ったっつね。なんかね、M1 チャンピオンとね、同じくらいのね、価値があるという、まあ、こじつけなんだけど、はいはい、だから私は M1 チャンピオンに向かってそういうこと言うんですかって言うわけ。もうこの人もうおかしくなっちゃったの。ね、私はだって、霜降り松之丞ですよとかなんかさ、なんだ霜降り松之丞って。意味わかんないじゃないか。ね。おいで、タイタンライブに出ろって、ね、俺が。てめえ、出ようっつって、大津さんが言ったんですよ。言った出なきゃ、承知ねえぞっつって言ったら、またうるさいな、本当にもう、キャン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 吠えてね、出ろって言ってきやがってね、おいで、もうこういうのね、受けなきゃ受けないでね、逃げたんだろうって言われるからね、それはね、私はね、まあ、いろいろ考えてね、なね、なんで私がね、そのね、バスへのタイタンライブなんかにね、出なきゃいけないんだっていう、ありますよ。だって M1 チャンピオンなんですから。だからさ、お前どうかしてるだろ、お前そのトーク。ね。で、まあ、でもね、まあいろいろ考えてしょうがないけどね、出てやる、つんだよ。ね、お前は大橋巨泉か。大橋巨泉。ね、出てやる、つんね。まあ、でもその代わりね、まあ俺が出るからだって M1 チャンプなんだから、つわけ。お前おかしいぞ。終始ね。お前もうおかしいぞって言ってることが。わかってるか正気かお前はっていうね。M1 チャンプだからね、やっぱ私が行くには。それはもう、時間ね。やっぱり最低でも45分は必要です。で、俺はね、もともと松之丞に頼もうと思ってたときに、30分ぐらいかなと思ってたの。講談、やっぱりね、時間一緒だから。で、たけしさんが出てきてくれた時が、やっぱり30分で構えてるんですよ。鶴瓶師匠もそうなんですよ。そうね。で、やっぱああいうものってのはね、まあそこでも思ったんですよ。俺たちは NHK でね。わけのわかんない髪型の落語が、俺らが優勝した時にね、漫才尺は7分なんですよ。向こうは15分やってんで、同じ大会ですよ。それでね、やっぱりね、時間が足んないとか言ってね、爆笑問題言う打ち上げの席でね。打ち上げの席でね。髪型の落語家、ろくなもんじゃないんでさ、髪型の落語家。いや、全員じゃない、その時の人が、ね。落語協会が怒ってね、あれ、それまで、色もんが取ったことないんですよ、NHK の新人演芸大賞に。それをね、
あの、なんか、要するに、落語協会的には、あれを取って真打ち昇進が近づくらしいんですけど、それをね、なんかね、うちに取らせなきゃ困るって、NHK に文句言ったんですから、あの、協会は。協会なんてろくなもんじゃない、相撲協会。ね、あの、何々協会、いろいろあるでしょ、その、山根会長のところとか。山根会長とか。あんな協会、ろくなもんじゃないですわ、体操の協会でもそうですけど。で、まあ、文句言ったと。で、次の年から、あの、文句が入って、漫才コントと落語は別の大会になったんですからね。そんなことあります？ねえ。ひどいでしょ、そんなのね。レコ大も昔演歌とポップスってね。そうそう。別れた時代もあったり。卑怯じゃないかって話で。で、まあ、それはいいんですけども、そんなに今更蒸し返すことないじゃないですか。お前が言ってる。過去の話ですよ。そんなね。超過去の話で。私が出るなら、やはり45分。45分は必要です。これはね、あの、講談さん、やっぱね、それぐらいあれなんですけどね。まあ、そうね、でももうちょっと必要、70分ぐらいやってもいいかな。できれば1時間とか言ってんだよ。で、まあでも、できなくないですよ、言われてね。まあ、30分にしろってのはするし、あの、15分でも、あの、3分でもできます。お前、ずいぶんねぎるな、お前。ずいぶんねぎるな、お前、短くすの。3分さ、すごい。3分はさすがに、ショートコント、ピン芸人でもやんないよ、お前、3分っつったら。ずいぶんねぎるなと思って。レッドカーペットかもやって。で、まあね、いろいろね。私、だから、そういうね、もう、バスへとか行きたくないけどね、あの、尺台とかね、やっぱり、みかん箱じゃ嫌だよとかね、で、鳥にしてくれってわけ。で、鳥はいいよ、別に。俺ら、もう、あの、なんていうの？鶴瓶師匠が来た時も、あの、鶴太郎さんも、たけしさんも鳥ですから。ただ、松之丞。お前二つ目なんだよ。ね？二つ目ごときがお前な。冗談じゃねえ、バカ野郎。ほんでな、ね、うん、まだ言ってんだよ、金儲けだって。言ってた、ね、だからあいつは現実を分かってない。現実の厳しさを分かってない。儲けなんか出ないんですよ、ライブは。うん、ね？それをまあ、あいつは胃の中の買わず。ね？ほんでそれに言ってんだよ。で、取りにしてやってもいいよ、そう言うなら。ただね、これは昔、関打ちっていうのがありましてね、右大臣実朝っていうね、源の実朝が、右大臣に、要するに関打ちってのはどういうことかっていうと、自分が分不相応の、ね、身分から、世間から見たら、その身分じゃねえだろうっていうところに、わざと、それを、身分を、つけちゃって、上が。それで、評判を落としていくっていう、勘打ちっていうね、昔はあったんです、そういうことが。ならねえかな、そういうことが。鳥でいいな、いいよ。鳥でやるならいいよ、それはそれで。ね、いいけども、そういうふうにならないかなってのは、二つ目、風情がね、やってんな、心配だなってのは、あるんだけれども、まあ、それでもね、一応ね、出ますよ。まあ、そうだな。ちょっとね、4月は花粉症の時期で、あれで、予定も入ってるんですよ。2月もあれでね、6月14日空いてますってね。お前さ。で、調べたんだよ、俺6月14日。第2金曜日なんだよ。そうなんだ。本当にそうなんだ。お前さ、先々まで調べてんじゃねえよ、お前。スケジュールを、お前。調べてんじゃねえよ、お前。出てんじゃねえかっていう話なんだよ、俺にしてみりゃね。で、まあそうだね、俺が、だから、タイタンの人に迷惑かけたくないんでね。やっぱりユリアリクさんとかには迷惑かけた。なんでユリアリクが出てくるの、そこで。ね。詳しい。やっぱりね。詳しい。やっぱりそれはね、タイタンだったらね、やっぱりね、じゃあ、あれだな、伊集院連れてくっつんで。伊集院落語やるっつうから、伊集院連れてって、まあ、爆笑のライブだろうなんつって。あいつさ、もうすっかりさ、なんかもう、失礼のね、どう越してんだよ。さ、もう爆笑のとか言って、今までね、少なくともその辺のレギュア守ってた。あいつさ、もう同行してんだどうかもう、混乱してんだかなんだか知んないけどさ、爆笑のなんだ M1 も取ってない爆笑の、たかがガハハキングのチャンピオンだろ詳しいな、随分、お前。詳しいな、お前。詳しいな、随分。ね。で、ライブだから、やっぱりね、
伊集院開口一番、伊集院さんが開口一番でね、うん、で、脳みそで、で、爆笑問題やって、中入り後に、俺が、中村中蔵やるってわけ、うん。でね、中村中蔵ってのはね、うんうん、これはまあ、名作ですよって、落語でもあるんですけどね、うん、これ歌舞伎の、うん、もう中村中蔵って、うんうん、とってもまあ、うん、なんていうんですか、歴史に残る役者が、うん、要は、四十七士の、なんだっけ、うち入りの。うち入りの、なんだっけ、赤穂浪士、赤穂浪士、うん、なんだっけ、あれは、かなって古本忠臣蔵の、うん、何段目かなんですよ。で、その、中村中蔵って才能のある、役者がですよ。うん、要は、これって、役不足っていう話なんですよ。役不足って言ったら、正しい意味での役不足、うんうん。つまり、この才能にとって、この役は小さすぎる。小さすぎるとね。っていうね、うん、そういうの振られたときに、その中村中蔵独自の工夫で、うんうんうん、ね、それを、うん、いい役にして、うん、今、その役は、すごく、みんながやりたがる役になっているっていう、そういう、まあ、言ってみれば感動的な、これはもう話なんですね。で、そういう考えると、お前、ね、松之丞が言ってるその鳥でいいのかっていうね、中村中蔵とはちょっと合わないぞっていう、だから、つまり松之丞、お前はな、出るとして、ね、6月いいけれども、6月14日でいいけれども、まあ、45分はちょっときついから、まあ、せいぜい30分としてもらって、で、お前の出番は、ブーマーの前。ね。ブーマー前か。うん。ブーマー前ね。松之丞あって、うん、ブーマー挟んで俺ら。そっか。うん、そういう交番になると思う。なるほどね。長井、ね、の後。長井の後。長井の、その、長井の、長井とあいつを並べるのはちょっとね、危険は危険なんだけど。猿の後でもいいかもしれないね。ユリアリクの後でもいいかもしれない。で、100万よこせって。ああ。すみません。わけわかんないだろ。いや、俺ね、実はその、この間聞いたのよ、うん。で、ネット M リーグが終わって、うん、まあ、ラジオ、車の中でついてて、うん、途中からだったっけ、うんうん、だから、俺、まさに、うん、M1 チャンピオンの俺がね、みたいなこと言ってるから、どう、だから話だろうと思って。どうかしちゃってんだよ。それで、俺らの悪口ずっと言ってんじゃん。うんうん、M1 だよ、こっちはっていうか、どういう話なのか。たかがガハハキングが言ってんだよ。タイムフリーで、後でね、うん、もう一回最初から、何のことなんだろうと思って聞き返したんだけどさ、うんうんうんまあ、ずーっと言ってたよね。この間だから、ほとんど俺らの話だ、ね。あいつらもう、あいつはもう。志らく師匠の悪口ね。それはね、うん、俺言おうと思ってたんだけど、松之丞。俺とか伊集院はね、うん、いいよ、別に。お前ね、気づいてないかもしれないけど、志らく師匠だけ、シャレになってないから。わかる。前も注意したよね。志らく師匠の部分だけ、シャレになってないから。料理できてないよ、お前。わかるかな？もう生だから。本当にね、あいつはダメだな。あれはね。あいつはね、もうトロサーモンどころの詐欺じゃないよ、あの失礼さは。本当にね、あいつはね、トロサーモンなんて可愛いもんだよ。あいつの無礼さはね、そんなもんじゃ済まないからね、言っとくけど。本当に、笑っちゃダメなんだよ。すげえなと思ってね、うん。あれはすごかったね。そうだよ。それで、しまいにはさ、要するに自分の講座がうまくいかなかったって言うんだよ。うんうんそれで、その時高田先生が来てたっていう ね。途中で帰ったと。ね途中で帰ったと。で、しくじったって高田先生にひたすら謝ってるわけ。うんうんでもな、やっぱ爆笑の30周年、まあ、またさ、爆笑の3、お前見てねえくせに。見てないのに。爆笑の30周年のなんだか、くだらない演劇みたいなのよると、どっちがダメかな、みたいなさ。俺のも、あれ、この間のと、爆笑の30周年のって、お前失礼すぎる、いくらなんでも。衝撃団の芝居みたいな。衝撃団の芝居もどきみたいなあんなのとさ、どっちがあれかねなんつって言ってんだよ。でそれをさ、またさ、掘り起こすんじゃない高田先生、せっかく、
忘れてたのに、それをこの間ビバリーでさ、また聞いてるもんだから思い出しちゃってさ、言ってた？どっちもダメだわ、もうさ、とばっちりで、せっかく思い出さないように、思い出せないように、こっちは、高田先生にやってんのに、うん、思い出しちゃったじゃねえかってんだよ。そうなんだ。そうだよ。聞いてたんだ。あいつはもう完全に、もう、状況逸してる。いやー。もう最後ね、いつもだったら、今日もまた無事でなく終わりましたって言うんだけど、もうそれすら言わなかったの、この間。そう、よっぽどどうかしてたんだと思うよ、あれ。最後怖くなったのか。高田先生すいませんっつって。話だけが本当で。本当で。あとは全部嘘ですって。今年さ、なんだよ、それ。ちょっと、やべえと思ったのかな。ね、大変だよ、もう。いやー、面白かったね、でも確かに。うん、だあいつはやっぱね、干されなきゃダメだ、一回な。ダメだね。一回干さ、みんな干されて、良くなってるから。悪口がまだちょっとなんかね、うんうん、井口のとか聞いたらいいよね。うん、ね、うん、悪口の言い方で。どういうこと、井口。いや、なんかほら、井口みたいな悪口あるじゃん。うんうん、あいつも相当、俺の悪口とかも言ってるわけでしょ、うんうん、ああいう、なんか、感じだったらさ、俺は笑えるんだけど、いや、井口のより全然面白いよ、バーカ。いや、面白かったけど、バーカ。なんつーの。お前、レベルが違うわ、お前、井口と松之丞。バカ野郎、お前、全然芸が違うよ、お前。井口の何言ってんだよ、お前。井口のなんか、クソ面白いことなんともねえわ、あんなもん。そう。いや、まあね。そりゃ、松之丞に失礼だ、いくらなんでも。松之丞。ごめんなさい。それは。全然違うわ、レベルが。井口の方が面白いっす。失言でした。あれなんだ、嫌われ松之丞がもう。はいはいはい。またさ、ギャ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 言っててね。また来た。もうあいつはね、もうダメだね。あいつはね、俺はもう松之丞よく聞け。これを最後にするからな、お前。俺は本当に注意するけども。お前はまずネットをやめろ。あいつはね、本当にネット中毒なんだ。あ、そうなんだ。ね、でこの前聞いてたら、うん、ひどいんだよ、もう素人のネットのさ、なんかクレームみたいのさ、うんうん、ね、うん、読み上げてんだよ。あのハガキではなくて、メール来たメールじゃない。ネットをさ、ツイッターはさ、ツイッターとかの、もうさ、松之丞に文句言ってるね、素人のツイッターを、名前も言って全部読み上げてんだよ。あ、そうなんだ。そんなことしちゃダメ。え、名前も読んでる。名前も読んでる。でもそんなことしちゃダメじゃん。すごいね、あいつはもうさ、それでね、なんだかなーなんつって文句言ってるわけ。うん、みんな丸くなっちゃってさ、なんつってさ。うん、で、俺がこの前さ、うん、この先週ね、この放送で、うん、ね、松之丞ね、うん、志らく師匠のね、うん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 、部分だけはね、はい、シャレになってなかったぞ、つって言ったらさ、うんうんうん、またそういうね、言うんだよ、あれがな、爆笑がよ、なんつってさ、うんうんうん、だから、まず爆笑っていう言い方。お前ら、まずな。言っとくけど、爆笑って言い方や、さんだろ、せめて。な？さ、なんだか知んないけど、あいつ俺の時だけさ、伊集院のこともブーブー言ってんだけど、伊集院さんとか爆笑とかよ、つって言うの。お前さ、おかしいよね。でね、それいいんだよ。あいつらさ、あいつらっつってんだよ。でね。うん、でもすっかり丸くなっちゃってさ、うん、コンプライアンスとかなんだか知んないけどさ、志らく師匠な料理できねえとかなんとか言ってんだよ。何言ってんだよな、太田さんもさ、俺と同じこと思ってんだろって言うのは冗談じゃないよ、お前。俺を巻き込むんじゃないよ、お前。俺と同じこと思ってるくせにさ、って言うんだよ。で、散々志らくの悪口言うんだよ。でさ、俺と同じだよ、あれ、太田さんもさ、なんて言ってんだけど、言っとくけどね、松之丞。お前、俺全然そんなこと思ってないから。それ勘弁してくれ、俺。ね？あんな丸くなっちゃって。俺もそりゃね、丸くもなるよ。だって、今更干されたくもないし。ね？もう53だ。丸くならしてくれよ。俺もう、なるべく波風立てたくないんだから。俺は。そうだ。あいつはまだいいよ。30代でこれからやってくれ。売り出しで行くんだから。いくら喧嘩したっていいよ。俺を巻き込まないでほしいんだよ。俺とね、確かにね、それね、立川ボーイズのことをね、ブー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 なんか言ってあんな漫才じゃねえとか言ってたわけ、うん、先週ね、はい。で、それに関して言えばだよ、うん、俺と立川ボーイズっていうのは、うん、
ね、立川志らく、談春っていうのは、はい、まあ、ほぼ同年代で、そうですね。で、まあ、言ってみれば談春に憧れてたよ。談春師匠に憧れて、向こうは弟子になった。こっちは、まあ、弟子になってない。それはもう、浅草きっともそう。まあそうだね。ね。うん、たけしさんに憧れて、はいはい、向こうは弟子になった、こっちはなってない。うんうんうん、まあ言ってみれば、その浅草きっとと立川ボーイズは、うん、同じ関東高田組で、うんうんうん、ね。要は当時、うん、俺らが、まあ出れない時に、うんうん、まあブイブイ言わしてたわけで、ははそれをまあ深夜でテレビで見てて、うん、なんだこの野郎と、うんうん、俺は持つ、うん。それはね、俺たちには歴史がある。松之丞。わかる？俺たちはね、そういう時期もあった。確かにあった。お互いね、うん。そういう、まあなんつうのかな、バチバチした時もあった。まあまあね。うん、ね。まあ、浅草キッドなんか未だにバチバチする。うんうんうん、まあでも今ちょっと弱ってる。ねうん、俺もう控えてる。いいか、はい。博士の方。いいから、もうそこはいい。それは、ね、俺は本当に心配した、そういう意味じゃね、うん。うん。だからそれは何も言わない。博士のことはね、うん、そっとしてるから、はいはい。今、いじらないようにしてる。もういいわ。わかる。わかる。いじってる、そういう意味だから。ね。立川ボーイズもそうですよ。男子の弟子だなんだで嫌がったことやろうと思ってた時期もある。うん、これジェラシーも含めて、うん、もちろんね。で、お互いそれは意識もあって、どっか片隅にね。うんうん、でも、今時を経てですよ。うん、まあ、なんつうかな、お互いもそういうことがさ、昔はそうだったねってことで、ね、そりゃ、そんなに深い付き合いじゃないよ。うんうん、俺と志らくさんなんかね、男春さんもそうだけど、うんうんそんな深い付き合いじゃないけど、お互いでもここまで一応戦友のように、うん、まあ言ってみりゃ、戦いながらも、うん、お互いライバルと思いながらも、やってきて、うん、っていうところで、うん、俺たちはもうそういう意見でいるのに、うん、あいつはさ、それを俺をまたそこに、うん、なんつうの、引き戻そうとする。縦の頃みたいにね。分かってないな、そういうところが、お前ね、ほんと言っとくけどね。で、それをまた高田先生が喜ぶわけ。ね、うん、で高田先生はさ、うん、まあそりゃさ、もう、うん、関東高田組ならね、はい、どっちもフォロー。まあまあまあ、もちろんね。ね、それで、うん、そういう意味で、俺たちは関東高田組入れてもらえなかったんだから、うん、あの頃はね、うん、もう、つまはずきだからね。うん、それで、そういうことで言うと、高田先生にとっては松之丞はさ、うん、もうさ、可愛いわけ。まあもう孫みたいな、ね。もう孫、ね、孫ですよ。で、孫は可愛いの。わかる。ね、親、子供より孫は可愛い。孫は何言っても可愛いの。だからお前は、松之丞、お前は高田先生に喜ばれてる。その立場なんだよ。ね、俺たちは子供なんだ、高田先生。ね、わかる？そこを勘違いすると、これから痛い目に遭うから、本当に、俺はこれ、忠告。本当に、お前の、今、お前の、ね、お前は今、敵だらけ。わかる？松之丞、いいか？言っとくぞ。お前の今、味方は、俺と高田先生しかいなくなってる。これ以上は行くな。これ以上は抑えろ。気をつけろ。ね、気をつけてほしい、うん。それでね、うん、でも出ますよ、そらタイタンライブになんつってる、うんうん。ああ、はいはい。なんだ言ってたな、うん、なんかさ、なんだかさ、源の実朝がどうとかさ、またさ、わけのわかんない、うん、浅い知識だとってさ、あいつさ、歴史もよく知らねえくせに浅い知識だもん。でね、いいよ、そこまで、神々でさ、って、神々はねえだろ、お前。だから、そういうね、人の、老いとか、わかるわかる松之丞、わかるお前によーく言って聞かず、これから注意した方がいい。そういう人が老いてね、衰えてるところとかは、突っ込んじゃダメなんだよ。傷つくから、人は。そういうことをちゃんと覚えておきなさい。ね、それで、ね。で、源さんとものカウチの話したらさ、浅い知識でって言うけど、うんうんうん、俺源さんともさ、昔から好きだよな。ね、言ってくれ。いやいや言ってくれ。まあまあ、大臣さんともまずね、そうだ、俺昔からよく知ってるよな。読んで、浅くないよな。いやいや、まあ確かに歴史全体的にはどうわかりやすいけど。俺だってね、日本資源論。必死か、お前。日本資源論もやってた。それで、ね。ね、よく知ってる。浅くない。実朝は、なんか昔から好きだったのに、大学の頃から言ってたね。それも、そうだ、はいはいはい、浅く必死。
お前は。必死だよ、そりゃ。浅くはないんだから、俺は。いや、まあ、日本史言論ってね。ね。その後やってね。はい。ね、ちょっと言って、ちゃんと。いいよ、松之丞が聞いてるから。いや、もう嫌だよ。嫌われますから。俺もなんか、松之丞に俺もなんか言われたくないからいいわ、もう。ね、それでね。うん。まあ、そういうのがあって、もう俺はちょっと松之丞にね。うん、あの、ほんと忠告したいんだけど、はい、そういうところを、うん、あの、ちゃんと、なぜ、コンプライアンスとかね、うんうん、太田さんもさ、もうすっかりあのね、うんうん、そういうの気にしないようになったけど、丸くなっちゃって、うん、コンプライアンスが料理できないとか言うんだよって言うんだけど、うんうん、それはね、もう、お前と俺とじゃ年齢違うし、うんうん、俺はもう、散々もうほんと嫌なんだよ。わかるかな。いや、それは経験したらわかんないです。お前はこれから多分痛い目遭う。遭うけどね。それはもう本当に俺はね、もうコリコリなの。人と揉めることが。いずれわかる。お前にも。いずれわかるけれども、ね。で、まあ多分あいつは、まあそれでもね、まだ俺ら、うん、そうだな、一回ちょっと出てって、もうちょっと出ないと、うん、あの、叩かれないからね。うん、そうすると、二つ目風情だから、あいつは、うんうん。で、今ちょっと話題になって調子乗ってんだけど、はい、うん、穴っ柱がそのうちおられる時が来るんだよ。うんうん、ね、うん、で、もう全方位型で敵作ってるから、あいつ。あいつ本当に、今俺と高田先生しか味方いないから。そうなの、そうなんだよ。ほいで、うん。俺、方々で言われるんだから、松之丞の文句を。もう、それはね、あの、言っとくよ。先に、松之丞言っとくよ。俺は方々でお前の文句を言われてる。で、それは俺がもうちょっと待ってくれ、あいつは若いからって、そういうことで言ってるから、俺がちゃんと守ってくれ、それはいいんだよ、それはいいんだけど、それであいつもうちょっと出てってね、そのうち干されると思う、このまま行けばね。で、それはそうだよね。だけど要するにテレビは主戦場じゃないかもしれないけど、まあそれでも構わないかもしれないけれども、まあそのうちコテンパンにされる時は来るんだけど、そして、うん、あいつが本物になるな、その後、うん、もう一回、うん、3年ぐらい地に戻って、うん、潜ってたね、うん、その後なんだろうな、しくじり先生かなんか、ね、いや違うじゃん、した後にようやくお前の芸が本物になった俺は思ってる。しくじり先生でんだ、しくじり先生絶対からだと思うんだよね、そからなのかな、うん、でもそんな松之丞なんだけどね、まあ可愛いところもあって、ええ、先週ね、そういう、うん、まあ、タイタンライブでお前、ね、はいはいはい、出ろって言って、うん、で、俺はちょっと面白いから、うん、うちのそのタイタンライブを仕切ってるね、うん、あの、アバンテーブの小林って社長がいるんだけど、そいつに、ちょっと松之丞とこう、うん、あの、連絡して、うん、あいつは6月14日空いてますって。ああ、はいはい、言ってました。うん、ね、うん、6月。いや、それ本当にタイタンライブの日だったんだよね。そうなんだよ。半年以上、ま、後の話だよ、ね。すごいね。ね、うん。もう言語変わってんだもんな。そうだよ。うん。で、だから、6月14日、ちょっと抑えられるか危険って言ったね。うん。したらもう即答だよ。うん。向こうのマネージャーから。あの、すでに、うん、あの、松之丞出る気満々で、あの、スケジュールに仮で押さえたから。そういうとこあんだ、あいつはね。かわいいだろ、かわいいだろ。もう押さえてあるんだ、ね、ありがとうございますって、即答。あ、そうです。で、その後しばらくして、先週の放送の直前だと思うんだよね、松之丞、あいつ収録だから。はいはいはい。直前に、小林から俺のところ連絡来て、うんうん、実はその松之丞さんとこから、うん、あの、ちょっとこういう、うん、あの、伺いが来てんですけど、うん、つったら、うん、あの、今日収録なんですけど、うんうん、この放送で、うん、タイタンライブ出演決定って、うん、あの、言っちゃってもいいでしょ。そうそうそうよ、それはあったからね。大切よ、ね、そういうこと。あの、ね、そういうこと、そういうこと。してるかどうかっていうやつでね。うん、いいよ、つって。そうね、そこはね。それで先週も。そうなんだ。あ、もうじゃあ、もう出ますよ、なんつってんだけど、オンエアではね。しょうがないからね、なんつってんだけど。やるよ言ってんだけど。そういう可愛いとこもありますんで。どうか、一つね。あ、出るんだ、じゃあもう。6月。あ、決定なんですね。決定なんですよ。おー、そっか、あ、それすごい、ね。そうそうそう。あと、今週はだもんね、国立演芸場。え？国立演芸場、今週。国立演芸場ありますよね。うん。うん。松之丞。あ、松之丞いるの、うん、あ、じゃあそこで。そこで会う。会うね。ああ、そっか。そうそうそう。そうなんだ。松之丞いるの、もう一週一緒、今週。今週。クリスマスぐらい。あ、ほんと？何日だっけ？土曜日、ちょっと前か。あ、22?22 日？そうそうそう。あ、それは楽しみだな。22日はね、そう。松之丞一緒よ。
じゃあ、国立ちゃんといろいろね、あの、芸能界の処世術。俺が教えてやるから、お前にな。ちゃあ、いろいろ危なっかしいから、お前は。本当にね、もう。でも、なかなかそういうところね、可愛いところもありますね。ね、あ、一つが多めに。楽しみだね、じゃあ、本当に出てくれるんだね。タイタンライブね。タイタンライブは出ます。すごい、うん。何分やんだろうね。それはまた交渉ですけど ね。何をネタやるかにもよるからね。ね。うん。